ただいまより大阪工業大学文化会マンドリン部第57回定期演奏会を開演いたします。ご視聴いただき誠にありがとうございます。自粛要請により十分な練習時間が取れず規模を縮小した無観客での開催となりましたが、部員一同精一杯演奏いたしますので、どうぞ最後までごゆっくりご鑑賞ください。申し遅れましたが、本日ご案内を務めさせていただきますのは岩本咲乃でございます。よろしくお願いいたします。それでは曲に参りましょう。1曲目に演奏いたします曲は小林義直作クリスマス幻想曲です。この曲にはジェームズ・ロード・ピアポントによって作詞作曲されたジングルベルが引用されています。ジングルベルは教会の感謝祭を祝うために作られた曲で、その内容は若者たちが冬にソリで競争する様子が歌われています。今日の演奏ではそのソリに乗って競争するような姿とクリスマスの美しい情景をお楽しみください。指揮をいたしますのは都市デザイン工学科3回生藤岡圭介でございます。
Thank you.
ありがとうございました。続いて演奏いたします曲は森本大吾作曲茜です。茜という言葉は夕空の色を表現する際によく使われます。そのためか茜色を思い浮かべると色自体ではなく夕空の風景が、そしてそれに付随して様々な感情が思い起こされます。この曲にそういった感情を少しでも感じていただければ幸いです。またこの曲はスルタストと呼ばれるオルゴールのような音色を鳴らすことができる奏法を使っております。ぜひ音色の変化もお楽しみください。指揮をいたしますのは知的財産学部2回生塩見智也です。
ただいまの演奏いかがでしたでしょうか。スルダストを使った部分お分かりいただけましたか。丸く可愛い音が印象的でしたね。さて、皆様の心に赤に色の空を描いていただきましたが、窓の外を見ていただきますと日が暮れ、夜がやってまいりました。早いものでこの演奏会も終幕を迎えようとしています。最後の曲の指揮をいたしますのは建築学科4回生西祐樹でございます。皆様と過ごしてまいりました。今宵の演奏会もこの曲で最後となりました。最後に演奏いたします曲は高橋大志作曲巡る季節です。本曲は作曲家高橋大志が母校である中部大学マンドリンクラブのために作曲した作品です。一曲を通して季節を巡る構成となっており、移りゆく日本の四季が繊細に表現されています。春の暖かさ、夏の爽快感、秋の哀愁、冬の壮麗さなど、皆様の心に宿る季節のわびさびを感じていただければ幸いです。それではお聴きください。
ご協力の方よろしくお願いいたします。